ブルーベル鉄道で保存される1882年製の車軸配置0から6から0系サドルタンク機、シャープソーンマニングワードル、またはマニングウォードルはかつてイギリスウェストヨークシャー州リーズのハンスレットに拠点を置いた蒸気機関車メーカーである。リーズはマシューマレーが1812年にホルベックで初めて商業的に成功した蒸気機関車サラマンカを製造するなど 機関車製造において最も初期の中心地の一つであった。1856年までにいくつかの機関車メーカーがリーズに出現したが、最も著名なものは E.B. ウィルソン社とピアソン通りのハンスレッドエンジンである。E.B. ウィルソンは1858年に倒産し、同社のデザインはハンスレッド地区のジャックレーンで1840年に 母音工場を設立していたマニングワードル社によって購入された。数年のうちに他の2社も工場をジャックレーンに開いた。多くの技術者の移動が3社の間にあり、そして3社は類似したデザインの製品を製造するに至った。他の2社が多種多様なタイプの機関車を製造する一方で、マニングワードルは顧客の事情に特化した機関車に集中した。 多数の標準機や狂気のマニングワードル製機関車がヨーロッパ、アフリカ、インド、オーストララシアと南アメリカに輸出された。マニングワードルは一貫して伝統的な製品の製造を続け、より効率的な大量生産技術を活用することができなかった。その結果2000両以上の蒸気機関車を生産しながらも競争力を失い、1927年に 蒸気機関車の取り扱いをやめた。最後に完成した機関車は、1 9 2六年八月に、ラグビーセメント工場向けに製造された、製造番号二千四十七であった。この機関車は、キッター・ミンスター鉄道博物館で、生体保存されている。アルゼンチン発の機関車である、1 8 5七年、マニング・ワードル製のラポーテニアは、現在胴体復元され、 初運転から150回目の記念日である2007年10月17日に200メートルの区間を運転された。リントンバーンステープル鉄道よ1926年に機関車の製造をやめた後、マニングワードルの持っていた図面や設計、顧客はキットソンに引き継がれた。キットソンは機関車製造をやめる1938年までに、 マニングワードルが設計した機関車を23両製造した。その後はロバート・スティーブンソンホーソンに引き継がれ、さらに5両の機関車が製造された。現在、マニングワードルのデザインは、現在も鉄道車両メーカーであるスコットランドのキルマーノックに拠点を置くハンスレット・バークレーに引き継がれている。また、歴史的な機関車に関する知的所有権は、 ハンスレッドエンジンが保有している。マニングワードルの商標名は、1898年から1935年まで運行された、リントンバーンステープル鉄道を保存するために、1999年に設立された会社が保有している。同社は、マニングワードルの最も有名な製品を運用している。鉄道院1290系日本に入った、 マニングアードルの製品は、黎明期の1873年と1881年に輸入された3両のバラストエンジンのみである。この機関車は、後に鉄道院1290型となったもので、全校の愛称でも知られている。そのうちの1両は、埼玉市の鉄道博物館に保存展示されている。ありがとうございます。